あれってクロリンデとナビアじゃないか。でもなんだか雰囲気が。何か困ったことでもあったのか。聞いてみようぜ。やはりダメだったか。そうなの。フォンテーヌ邸を探し回ったんだけど、リネットは数日外で走り回ることになるって言った瞬間、耳をペタンと伏せちゃった。フレミネは知らない人が多そうだと思ったのか、ヘルメットで顔を隠しちゃったよ。チオリア・シャルロットはどうだ。彼女たちになら任せられると思う。聞いてみたんだけど、二人とも最近忙しくて時間がないんだって。うちのメンバーたちには数日ゆっくり休んでって言ったばかりだから、みんなに声をかけるのも気が引けて。困ったな。よ、ナビア、クロリンデ。あら、相棒とパイモン、ヤッホー。ナビア。あ、もしかして。ああ、チャンスだ。お前ら、何か困ったことでもあったのか？そうなの。相棒、今、とんでもない難題を抱えてるんだけど、あんたたちにしか解決できないことなの。大げさじゃないのか？いや、全然大げさじゃない。旅人、パイモン、ファントムハンター、審判の時を一緒に遊んでくれない？なんだって？フォンテーヌのテーブルトークシアタークラブが出したテーブルゲームのシナリオだ。テーブルトークシアターゲームって聞いたことある？友達とテーブルを囲んでキャラクターを演じながらシナリオを進めていくゲームなんだけど、私小さい頃から大好きなの。面白そうだな。私もクロリンでも昔からこの回のメンバーよ。で、最近メンバーが新しいシナリオを作ったから試しに遊んでみてほしいって言ってきたの。だからこれは新しいシナリオなのよ。でもって私たちが初めてのプレイヤーってわけ。試遊段階のシナリオは普通多くの問題点があるものなんだけど、今回のものは完成度が高いし、作者の考察も行き届いていて、なかなかよくできていると思う。ストップストップ、私はシナリオ読まずにあんたに渡したんだから、ネタバレしないで。とにかくこのシナリオには4人のプレイヤーが必要なんだけど、1人足りないんだ。あんたもそう思うでしょ、相棒。でもオイラと旅人って2人だけど、いいのか？問題ない。プレイ体験を損なわないよう、実際の参加者数に応じて進行は調整する。ひひ、どうする？遊んでみるか？お前に任せるぜ。よかった、これで問題解決だ。よし、じゃあ早速シナリオ担当を呼んでくるよ。シナリオ担当？シナリオってクロリンデが持ってるんじゃないのか？このシナリオに合わせクラブは新しい遊び方を考えた。最初、進行役であるゲームマスターが持っているシナリオは完全なものではない。初めのストーリーをクリアしてやっとシナリオ担当から次の章のシナリオを受け取れるんだ。さらに参加者に臨場感を与えるためにクラブはシナリオのシチュエーションを再現する。そして初日の集合場所はシナリオ担当が教えてくれるまでわからないというわけだ。シナリオの作者もかなりこだわってるんだな。ワクワクしてきたでしょ。ゲームマスターですら物語の結末を知らないんだもの。あなたたちと一緒に結末を見届けられるのを楽しみにしている。他のみんなはチオリアで待ってるから先に合流しておいて。私は後でシナリオ担当と一緒に向かうよ。ああ、焦らず足元に気をつけてな。もう子供扱いしないでってば。そうね。今回はどんなキャラクターを演じようかしら。はあ、
今回は普通の技能を習得してくれ。それと動物を見かけるたびに説得しようとするのはやめてくれ。待たせたな。おや、戻ってきたのかい。あれ、旅人にパイモン。驚いたよ。一緒に遊んでくれるのは君たちなのかい。リネ、それにフリーナ、残り二人のプレイヤーってお前たちだったのか。お前たちもテーブルトークシアタークラブのメンバーなのか。僕はあくまで幽霊部員って感じかな。あんまりイベントには参加してないんだ。ブーフドエテの館ではよく進行役としてリネットとフレミネに付き合って似たようなゲームをやってるけど、プレイヤーとして参加するのは初めてだから、みんなと一緒に楽しめるといいな。僕はメンバーじゃない。ただ朝からクロリンデがうちのドアをノックする音で起こされてね、いいシナリオがあるって聞かされたから参加するって決めたんだ。興味が終わりなら紹介しましょう。入会費用が4割引きになりますよ。それは今回のシナリオのクオリティを見てから考えるよ。楽しかったら入らせてもらうね。クロリンデはよくテーブルトークシアターをやってるのか。クロリンデさんはクラブ屈指のベテランゲームマスターなんだよ。ああ、まだ上下関係があった頃から噂には聞いてたよ。ただの趣味だ。驚くほどのことでもない。そうだったのか。おごそかな決闘代理人としてのお前しか知らないから、テーブルトークシアターの進行を取り仕切ってるとこなんて全然想像できないぜ。面白い冗談だ。プレイヤーを困らせたりしない。仕事とプライベートは別だ。法廷での私はフォンテーヌの法律と規則を代表し、己の名誉を守りたい者に公平な決闘の機会を与える。市場は一切挟まずにな。しかしプライベートでは、私も皆と同じごく普通の人間だ。怒ることもあれば悲しむこともある。嘘だろ。君とあんなに長く一緒にいたけど一度も泣いてるとこなんか見たことないよ。怒ってるとこは結構見たけど、それともあれは怒ってるように見えただけ。あれは全て仕事の時の私ですので。そうだったんだね。プライベートでも君は気持ちの浮き沈みが少なそうだけど。泣いているところが見たいのですか。それは少し難しいかもしれません。怒るのであればもう少し簡単なのですが。いや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 、そういうわけじゃ。みんなただいま。紹介するね。こちらがシナリオ担当のフロリアンさん。皆さん、はじめまして。よろしくな。あれ、フロリアンも決闘代理人なのか。ああ、いえ、これはクラブの保有している衣装です。ゲームで他のキャラクターを演じることがあるので。大変な仕事だね。大したことではありません。プレイヤーによりストーリーに没入してもらい、楽しんでもらうのが私たちの役目ですから。それでは簡単にご紹介しますね。今回のシナリオはファントムハンターの歴史をモデルにしています。皆さんにはとある時代のファントムハンターになりきって街で起きた一連の事件を解決していただきます。ファントムハンターの歴史なんてオイラそんなに知らないけど大丈夫なのか。はい、全く問題ありません。簡単にご紹介しますね。ファントムハンターとは特殊な剣術を受け継いで魔物を狩り街を守る人々のことです。
彼らに関する物語は昔々のレムリア王国、そして最初の狩人カッシオドルの時代まで遡ります。詳細はまた皆さんご自身で調べてみてください。ああ、私もやりながら詳しく説明しよう。さて勇敢なハンターたちよ、未知なる冒険の旅に出る準備はできていますか？おお、一気にそれっぽくなってきたな。いいでしょう。あなた方の決意に満ちた眼差しは確かなもののようです。それではこちらへ。さあ、旅を始めてください。ストーリーの流れに合わせて特定のシーンに向かうというわけかい？斬新なアイデアだね。それで手紙の内容は？第一段階のシーンの具体的な場所と会場の使用許可書ですね。用意周到だ。みな、忘れ物がないよう持ち物を確認してくれ。準備ができたら一緒に指定の場所へ向かおう。よーし、ファントムハンター招待出発。運命判定カードまで用意されてる。お、運命判定カードってなんだい？行動が成功するか失敗するかを判定するためのカードです。持っている技能を使うときに必要になります。お菓子とお茶も自由に食べたり飲んだりしていいの？手紙にはそう書いてあった。いいね、まるで友達とのパーティーみたいだ。じゃあ、ここのお菓子は全部食べていいんだな？バイモンはファントムハンターというより、お菓子ハンターだね。お菓子ハンターバイモン、さんじゃう！おいしいお菓子ならどんなものも見逃さないぜ！でもお菓子以上に、物語が楽しみだ！そうですね。そろそろ始めましょう。では皆、まずは目の前の空白のキャラカードに名前と職業を書いてくれ。簡単な記入ルールはキャラカードの裏面に書いてある。わからないところがあったら直接私に聞いてくれ。今回のシナリオで皆の職業は全員ファントムハンターだ。クラブはあなたたちのために身分を証明する小さなバッジを用意した。なかなかいいじゃないか。それと職業のおかげであなたたちは最初から高い剣術と格闘の技能を持っている。そこにリソースを割く必要はない。剣術？戦闘もあるってことか？おいらは単独行動に向いてないから、やっぱりお前の助手をやるぜ。ではパイモンと旅人は一枚のキャラカードを使うか。ファントムハンターとその精霊の助手ということで。
あんたたちにぴったりね。名前というのはキャラクターの名前かい？はい、好きなように名前を付けられます。別に本名を使ってもいいよ。新しい名前を考えるのが面倒な時はそうしてるしね。おお、自分の名前で別の人生を体験するということかい？悪くなさそうだ。なら僕もリネにしようかな。次は技能の欄だ。限られた技能ポイントを使って様々な技能を習得できる。技能ポイントが高いほど対応する判定が成功しやすくなる。じゃあまずは説得と操作。これはテトシアには欠かせない技能なんだから。情報収集に使えそうな技能だな。さすがベテランだぜ。じゃあ僕たちもこの技能を取った方がいいのかな？そうとは限りません。チームであることを生かして交渉が必要な時はナビアさんに任せるのもいいと思いますよ。そうすれば僕たちはポイントを他の技能に触れます。例えば僕は潜入と器用を習得するとしましょう。万が一交渉が役に立たないことがあってももう一つの道を選べますから。そこまで考えて選んでいくのか。劇団の役者みたいにみんながそれぞれの役割を果たしているんだね。そうだな。じゃあ僕は芸術と演技にしよう。役に立つかはわからないけど、他の技能については詳しくないからうまく演じられないかもしれない。最後はオイラたちだな。旅人、お前は何を習得するんだ？みんなが怪我した時に治療してあげるのか。優しいな。お前らしいな。料理ができたら大事な時にみんなの士気を上げられると思うぜ。どうする？この2つの技能を学ぶか。どれどれ。みんな残りポイントで技能をもう一つ習得できそうだな。結構オーソドックスなのを選んだね。もうちょっと自由に選んでいいのに。また難題が出されそうな予感が。例えば召喚。すごく神秘的な感じがしない？僕もさっきそれを見ていたよ。説明文は特定の場面でシナリオの設定に合ったキャラクターや生物を召喚できる。ファントムハンターに召喚されるのってどんな生物なんだろう。まあそれは私たちが心配してもね。興味があるなら選べばいいと思うよ。どう解釈するか考えるのはゲームマスターの仕事なんだから。よし、ナビアがそこまで言うのならオイラたちも召喚を学ぼうぜ。正直オイラも結構気になってたんだよな。みんなのキャラクターも大体固まったことだし、そろそろ始めよう。初めてテーブルトークシアターをプレイする人たちに一つ確認したい。本気モードとイージーモード、どちらでやりたい？ん？二つは具体的にどう違うんだい？テーブルトークシアターのストーリーは、プレイヤーの選択肢や技能を使ってする行動の判定結果によって変化することがあります。もし行動が失敗した場合、技能をうまく使えません。それどころか、大失敗が出たら、さらに不利な状況に陥ってしまう可能性もあります。本気モードを選んだ場合は、技能を使用するたびに、運命判定カードを使って判定を行い、結果を受け止めねばなりません。もちろん、イージーモードを選択していただいても構いません。そうすると行動は、デフォルトで成功と判定されますので、運の悪さを悔しまずに済むでしょう。僕はストーリー重視で行きたいから
イージーモードにしようかな。判定が失敗してみんなの足を引っ張ったら申し訳ないし。そんな心配しなくていいのに。ランダム性こそがまさにテーブルトークシアターのロマンなのよ。私は本気モード一択だけどな。何が起こるかわからない。だからこそワクワクすると思わない？僕はこれから起こることに心の準備をしておいた方がいいかなって。わかりました。それではフリーナ様はイージーモードでいきましょう。行動はデフォルトで成功と判定されます。そしてナビアとリネ、二人は毎回運命判定カードを使って判定を行う必要がある。相棒はどっちがいい？本当にいいんだな。あんたもきっとランダム性のロマンを感じられるよ。私を信じて。判定結果がどうであれ、クロリンでは私たちを苦しめたりしないはずよ。そうでしょ？どうかな。クロリンでのその返事、全然安心できないじゃないか。大丈夫大丈夫。さ、早く始めましょう。今日はストーリーをいっぱい楽しみたいの。ところで、どうして一日目は海辺なんだい？それは、遥か昔、人類の文明がまだ発展していなかった頃、世界を支配していたのは、悪魔と邪悪な魔法使いたちだった。彼らは様々な魔物を作り上げては、人々を虐げた。やがて、それに抗う者たちは集結していった。剣を手にし、魔物を暗闇に葬ることを誓った彼らは、ファントムハンターと呼ばれる。ファントムハンターであるあなたは、とある依頼の手紙に書かれていた地を目指し、船でこの見知らぬ町へとやってきた。あなたは不当のほのかにしょっぱい空気を吸い込んで、辺りを見渡した。人の気配は少ないが、自分と同じようにキョロキョロと町の様子を伺う者が、他にもいることに気がついた。目が合った瞬間、あなたたちは理解した。彼らは同じ依頼を受けてここに集まったファントムハンターの仲間なのだと。みんなファントムハンターよね。まずは自己紹介をさせてちょうだい。私はナビア。普段は魔物の討伐だけじゃなくて、近所の人たちを手伝ってちょっとした商売をしてるの。一緒に行動するのはどう？何かあればお互い助け合うこともできるでしょ。ああ、もちろん構わないよ。僕はリネ。幼い頃からあちこちを放浪してたから、トリックをいくらか知ってる。僕を養子として引き取ってくれたのがファントムハンターで、その人の意志を受け継いでファントムハンターになったんだ。みんな自分のキャラカードを説明してるのか。慣れたものだな。僕はフリーナ。貴族の家に生まれ育って、芸術と演劇に興味を持っている。ファントムハンターではあるけど、実は僕は芸術家になりたいんだ。それも素敵じゃない。頑張ってフリーナ、その調子よ。オイラはパイモン、ファントムハンターのこいつの仲間だ。子供の頃から医学を学んでたの。魔物を退治するだけじゃなくて、学んだ知識で人々の傷を癒したいと思ってる。歓迎するよ。魔物が襲ってきたら、私が最前線に立ってあんたたちを守る。治療は任せたからね。あなたたちは封筒を一斉に開けた。中にはこう書いてあった。頼もしきファントムハンターたちよ。我が国は今、
大きな危機に直面しています。王都の外には魔物がはびこり、民が惑わされています。どうかこの危機を解決し、この町に平和と安寧を取り戻してください。さっきから思ってたんだけど、この王国の町並みってモンド城に似てるよな。多分シナリオの作者がマップを作った時に参考にしたんでしょうね。王国の首都の街並みは、百戦錬磨のファントムハンターたちに過去に訪れた場所を思い出させた。それは木々に囲まれた平和と安寧の保たれる場所であった。しかし目の前の街はまるで抜け殻のようだ。寂しい門があなたたちを迎え入れる。あなたたちの救いを待ち望んでいるのだ。手紙の内容を一字一句逃さずチェックして、署名欄を確認してみたけど、依頼を出したのは一体誰なんだろう。すると、見知らぬ名前が並んでいるのを見つけた。どうやら、町の住民たちの共同署名のようだ。彼らはここの異変に気づき、外に助けを求めたのだろう。じゃあまずは町を見て回って住民から情報を聞き出してみるのはどうだい？いいね。魔物や悪者の手がかりも手に入るかも。改めて町を見渡すと、すぐ近くに酒場を見つけた。ちょうど営業中のようだ。とりあえずあそこに行って聞いてみるのはどうだい？小説の世界では酒場は決まって情報の行き交う場所だからね。ちょ、酒場には素朴な服を着た女性がいた。彼女は眉を潜めている。どうやら何かを憂いているようだ。こんにちは、美しいお姉さん。今日は天気がいいね。そう思わない？あら、こんにちは。確かに今日はいい天気ね。暴れるあの魔物たちがいなければもっと良かったのに。シナリオに登場する全てのキャラクターは多かれ少なかれ役に立つ情報を持ってるらしい。このまま質問を続ければきっと手がかりが見つかるはず。まあまあ、そんなに暗い顔しないでさ。人生は前を向いていかなきゃ。ところで今朝は何を食べたの？それはさすがに脱線しすぎなんじゃ。美味しいものを食べると気分も良くなるって言うでしょ。ねえ、マカロンを作ってあげよっか。君、そもそも調理できないだろう。ああ、いえ、遠慮しておくわ。あなたも料理ができる人には見えないし、それに甘いものはあまり好きじゃないから。甘いものに興味がなくてあんまり笑わない。あんたってあたしの友達に似てる。ちっ、この人今舌打ちしなかった？多分クロリンデの心の声だろうな。このままじゃ何も進まないぞ。旅人、なんとかしてくれ。魔物に関する話をもうちょっと詳しく聞かせていただけませんか、レディ。悩みを聞かせてくれれば僕たちがそれを解決できるかもしれない。説得を習得したのは一体誰なんだか。私の悩みね。はあ、そう簡単に解決できるわけがないことなんだけど。でも別に隠すようなことでもないわ。最近、王都の周辺に急に魔物が大量に現れて、
衛兵たちはみんな討伐に駆り出されたの。魔物が現れたのがいつかは知っていますか？さあ、夫が派遣されたのは3日前ってことしか。じゃあ魔物を討伐するためにどこへ行ったのかは知ってるかい？いえ、あんまり急だったから。でも見送った時、夫も目的地を知らないと言ってたわ。ありがとうございます、美しいレディ。僕たちが魔物たちを一刻も早く見つけて倒してみせますから、あなたの愛する人が一日も早く戻ってきますように。ありがとう。きっとご主人を見つけるから心配しないで、ポジティブに考えましょう。天気は決められないけど、朝食と気持ちぐらいは自分で決められるはずよ。いつかあんたもお菓子の魅力を感じてくれるといいんだけど。頑張ってみるわ。女性に別れを告げ、あなたたちは町の奥へと進んでいった。閑散とした町の通りで、あなたたちとすれ違ったある老婦人は首を横に振りながら空っぽの財布をしまった。商人の男は両腕を抱え、瞳に軽蔑をたたえている。目の前の光景を見慣れているらしかった。あまり友好的には見えないけど、商人っていろいろと情報源を持っているものだよね。こんにちは。ちょっと伺いたいことがあるのですが。いくら払う？これでどうかな？あ？冗談じゃねえや。これじゃ玉ねぎ半分も買えやしねえよ。玉ねぎはそこまで高くないだろう。お前さんに何がわかる？もうすぐ戦争が始まるってんで、今は何でも高くなってんだ。買う気がねえならさっさと失せな。うっ、気が荒いな。おいら話したくないぞ。でも何か情報を握ってるかも。旅人、あんたはどう思う？おじさん、私たちは町の危機を解決しに来たの。今戦争って言ったけど、それって町の外にいる魔物たちと関係があるの？もし何か知ってるなら教えてちょうだい。問題が早く解決すれば安心して商売できるでしょ。ジョーちゃんの言う通りだ。魔物たちが町の外で待ち構えてるもんで、仕入れのルートが全部塞がれちまった。町にあるもんなんざ限られてる。このままだと誰も生きていけねえ。そんな、物資を調達したり秩序を維持してくれる人はいないのかい？ふん、何があっても王宮の貴族たちは飢え死にしたりしないさ。もしかしたらあいつらは魔物の味方なのかもな。それは厳しい状況ですね。もういいだろう。さあ、行った行った。お前さんらがここにたむろしてるんじゃ、商売もできやしね。笑顔でいれば、もっと商売がしやすくなるし、人生も楽しくなってくるよ。あんたに役立つかどうかは知らないけど、ちょっとした個人的なアドバイス。人の多そうなところに行ってみるか？それじゃあ町の広場とかどうかしら。ついてきてちょうだい。はっはっはっ。もう少し行けば町の広場だ。一人の青年がうつむいたまま焦ったように歩き回っている。青年はあなたたちに気づいていないようだ。やがて首を横に振ると深いため息をついた。
なんだか情報を聞き出せそうだ。僕がやってみるよ。こんにちは。何かお困りかな？待て、君は？僕は？君、いや、あなたたちはファントムハンターだな。僕たちのことを知ってるんですか？もしかして手紙の差出人の一人？ああそうだ、まさか本当に来てくれるとは。ああよかった、この町は救われる。ここで一体何があったんだい？はあ、最初のファントムハンター、黄金の狩人カッシオドルがこの町を解放して以来、僕たちは豊かな生活を送っていたんだ。でも魔物の封印が弱ったのか、それとも邪悪な魔法使いの暗躍のせいか、近頃王都の周辺には魔物がはびこっていて、人々は安寧を失っている。王国の兵力じゃ魔物たちに対抗できないの？兵力が足りないというより、衛兵たちは魔物とどう戦えばいいのかわからないんだ。僕みたいに若い世代の人間は魔物なんて見たこともなかったのに、ましてや倒すなんてできるわけがない。それどころか多くの人はすでにファントムハンターの時代を忘れてしまっている。でも僕は小さい頃、祖父からファントムハンターが魔物と戦う話を聞いていたから、もしかしたらあなたたちに助けを求められるんじゃないかと思ったんだ。正直言うと、こうしてあなたたちと会うまではファントムハンターなんてただの伝説なんじゃないかって疑ってたんだ。それなら安心してちょうだい。今あんたの目の前にいるのは強くて正義感に満ちたファントムハンターなんだから。あなたたちの毅然とした態度を見て、男はほっとしたようだった。感動のためか、今にも泣きそうな表情をしている。手伝うには魔物の場所を知らないとね。何か心当たりはあるかい？町の外が危険だと聞いただけで、具体的な場所はわからないんだ。町の門を出て道沿いに歩くと衛兵がたくさんいる。彼らなら魔物が出没する場所を知っているかもしれない。そうなの？それじゃあ町を出てみるね。ああ気をつけて。それと外に魔物がいる以外にも、王都には邪悪な魔法使いが潜んでいる。くれぐれも用心してくれ。彼らは魔物と組んで邪悪な魔法で国の大臣を惑わし、王国をめちゃくちゃにしたんだ。優しかった大臣も最近は気が荒くなり、民衆を搾取する法律を数多く出している。これじゃあもう生きていけやしない。うちにも外にも大きな問題を抱えてるんだね。なんだかかわいそう。ねえ、元気づけてあげましょう。何でもかんでも食べ物で解決しようとしないでくれ。お気持ちはありがたくいただいておくよ。でも僕の気持ちより今は王国が直面している危機の方が大事だと思うんだ。とにかくこの王国の未来はあなたたちに託したよ。得た情報を照らし合わせると、僕の理解が正しければこの王国は解決すべき問題を2つ抱えているってことだよね。はい、町の外にいる魔物を討伐することと、町の中で人々の心を惑わす邪悪な魔法使いを倒すことですね。選択の時が来たね。ちょうどいい機会だ。少し休憩しよう。どうするか決まったら知らせてくれ。ところでファントムハンターに対する人々の態度は想像と違ったね。街では英雄のように歓迎されると思ってたのに。このシナリオは歴史を参考に作ったって確かクロリンデが言ってたよな。
まさか実際そうだったっていうのか？完全にそうだったわけではないが、少し似ている。聞きたいか？ネタバレなしなら。前にちょっとだけ聞いたことがあるけど、どの話も断片的だったからね。オイラも聞きたいぞ。ファントムハンターがすごく強いってのは知ってるけど、何か特別な生まれだったりするのか？例えば、稲妻の妖怪の血筋みたいな。いや、ファントムハンターは皆普通の戦士だ。唯一の共通点は、数百年も受け継がれてきた特殊な剣技だけだ。え？つまり誰でもファントムハンターになれるってことか？理論上はそうなるだろう。厳しい訓練を経て、魔物と戦うための剣術を身につけさえすれば。ただ大半の人は基礎を学ぶ段階で諦める。それどころか魔物を目の当たりにし、恐怖のあまり立ち直れなくなった者もいる。強い心と強い体は同じくらい重要なんだ。その魔物って具体的にはどんな魔物なんだ？シナリオに出てくる邪悪な魔法使いにもモデルはあるのか？フォンテーヌにはかつてレムリアという名の国があった。レムリアが滅亡した後は多くの魔物が現れ、人間が新たな社会秩序を築く道が阻まれた。レムリアのとある魔法使いは、数えきれないほどの魔像を操って軍団を結成し、この混沌とした大地を統治しようとした。ストップストップ！それってまさか物語に出てくる邪悪な魔法使いのことじゃないよね。そこについてはまだ情報があんまり集まってないから、話題を変えてくれる？推理に関わりそうな部分については話さない。それ以外なら、黄金の狩人カッシオドルと先代水神エゲリアの話か。そんなに昔のこと、クロリンではどうやって知ったんだ？師匠に教えてもらった。あ、師匠ってペトロニラさん？君は知ってるのかい？うん、ペトロニラさんはパパと仲が良かったから、よくクロリンデを連れてうちに来てくれてたの。ただ話が逸れてしまった。本題に戻ろう。とにかく戦士たちは水神エゲリアの呼びかけに応え、カッシオドルの指揮のもと魔物と戦った。彼らは後にファントムハンターと呼ばれるようになった。平和な時代が訪れると、ファントムハンターの仕事は次第に減っていった。当初はファントムハンターによって結成された組織、マレショーセ・ファントムも、今ではメルジーヌを主とする組織となっている。なるほど。だから出てきた人々も、ファントムハンターの存在を忘れてたり、伝説の人物だと思ってたりしたわけだ。それも悪いとは言い切れないんじゃないかな。常に脚光を浴び続けるのは居心地が悪い時だってある。まあそれは人によるかもしれませんけどね。もしみんながファントムハンターという言葉に全然ピンときてくれなかったら、調査しづらいですよ。調査といえば、まずはどっちの調査をする？魔物？それとも魔法使い？僕は魔物に一票かな。これこそファントムハンターの本職だからね。悪い魔法使いは後回しにしても大丈夫だと思う。僕もフリーナ様に賛成だ。それに、もしあの魔物たちが魔法使いによって召喚されたものだとしたら、また新しい手がかりが見つかるかもしれない。相棒はどう思う？よし、じゃあ決まりね。数人のファントムハンターたちは話し合った末、町の外へと向かった。
依頼人に言われた通り、この辺りで調べてみようぜ。待て、お前ら。うわぁ！で、誰だ？鎧を着た男がこちらに向かって歩いてきた。その強い眼差しとたくましい体からすると、おそらく、百戦錬磨の者なのだろう。しかし、懸命に隠そうとはしているが、足を引きずっており、額に汗が滲んでいるようだ。どうやら、負傷しているらしい。俺は衛兵隊長だ。さっきから異邦人のお前らが、町をうろうろしているのを見てた。ここに来た目的を正直に言え。さもなくば全員、駐在所へ連行する。こんな風に不審者扱いされるのも久々だな。何をブツブツ言ってる？ファントムハンターって聞いたことあるかい？ファントムハンター？ふん。子供騙しのような話を、俺が信じ。医学の知識があるあなたは、男の足の怪我が魔物によるものであること。そして、傷口がすでに炎症を起こしてしまっていることに気がついた。男は疑いの目をあなたに向け、怪我した足を引っ込めた。私は医者。薬を塗り替えよう。もう我慢しなくていい。図星を刺されて、男は微妙な表情をしたが、やがて我慢をやめ、おとなしく足を上げて、あなたに見せた。あなたの言う通りに特効薬を塗り直すと、だいぶ良くなったようだ。男の眉間のシワが和らいだ。いいだろう。あんたらは本当に伝説のファントムハンターなのかもしれん。少なくとも、あんたらは傷を癒す方法を持っている。それで、何が聞きたい？魔物がどこにいるか知ってるか？あと、衛兵たちはどこに行ったんだ？彼は魔物が現れた場所をあなたたちに教えると、しばらくその方向を苦しげに見つめた。まるで形のない細い糸が、彼の傷口に絡みついているかのように。新米衛兵の中には、盗賊にすら遭遇したことがない者もいる。はぁ、この足の怪我さえなければ。落ち着いて。その傷じゃ休んでた方がいいよ。魔物は私たちに任せて。これがファントムハンターの仕事なんだから。その言葉を聞いた彼の瞳に、希望の光が宿ったが、それも一瞬で消えてしまった。あの魔物たちは、手強いぞ。だが、どうしても行くというのなら、もう止めはしない。衛兵たちが、無事家族に再会できるといいんだが。あんたらの幸運も祈ってるよ。衛兵隊長は魔物が出たのはこの先だって言ってたよな。早く行こうぜ。間に合うといいんだけど。道の途中で、あなたたちは衛兵らしき人たちが、道端に倒れているのを見かけた。皆一様に、恐怖と絶望に満ちた表情を浮かべている。無意味に叫んだり、怒鳴ったりする者もいる。どうやら、見たものを頭から追い出そうとしているようだ。倒れていた負傷者たちが、信じられないといった表情で、あなたたちを見上げた。そして彼らは叫んだ。早くここから逃げろ！絶対に振り返るな！
ここが魔物が出たって場所だな。あたりにはボロボロの鉄の剣が散らばり、折れた木の幹には恐ろしい爪痕が残っている。そのすべてがここで激しい戦いが繰り広げられたことを示唆していた。みんな気をつけて、魔物たちはまだ近くにいるかも。言い終わらないうちに周囲の低木からカサカサという音が聞こえてきた。魔物が姿を現したのだ。魔物たちがあなたたちに近づいてくる。血を渇望するその瞳に映るあなたたちは、まるで自ら寄ってきたスエゼンのようだ。助けてくれ、オイラを食べないでくれ。そして戦闘が始まった。次の戦闘を開始する。ローズクラッカー、スピナビローズが特注だ。堂々不意打ち。ほっと、魔物は恐ろしい方向を上げ、怒りと悔しさの執念と共に消えていった。はぁ、あ、やっと終わった。ファントムハンターの戦闘技能ポイントが高くて助かった。でなきゃもっと手こずってたかもね。しかも戦闘のダメージまで運命判定カードで判定しなければならないなんて、運が悪ければ一巻の終わりじゃないか。運命の不確定性こそがまさにテーブルトークシアターの魅力の一つなのよ。勝利を祝おうとしたその時、あなたたちは地面にある怪しい突起に注意を引かれた。怪しい突起？もしかして毎回戦いが終わったら出てくるあれか。みんなは突起の前に鏡込んでじっくり観察し始めた。右手は手袋をしてるから触ってみてもいいよね。突き出ている部分は木でできている。先ほどまでは魔物の大きな体に遮られていたらしい。しかし魔物が倒され、それはまるでつぼみのように顔を出した。あたかもあなたたちに見つけられるのを待っていたようだ。宝箱だ、やったあなたたちは力を合わせて土の中から木の箱を掘り出した。宝箱を開けるまでもなく、周りに散らばったモラと宝石はその中身が高価なものであることを示していた。苦労して手伝った甲斐があったな。早く開けてお宝を分け合おうぜ。バイモンの気持ちもわかるけど、でも冷静に考えたらこのお宝を僕たち以上に必要としてる人が他にいるんじゃないかな。そうね、王都の民はいろんな苦労の末に多くの負傷者を出した。このお宝はみんなに贈るべきじゃない？え、そうなのか。ここで見つけた宝箱は全部オイラたちのものだと思ってたぞ。なんて言えばいいのかな。テトシア中はあらゆる行動がストーリー展開に影響する可能性があるのよ。でも民衆は僕たちの話を信じてくれるかな。ファントムハンターの身分を証明するのは難しいし、もしお金の出所が不明瞭だっていう理由で疑われたら。それは確かに問題だね。彼らを納得させる理由を用意しないと。そんなに面倒ことをするより、このお金でもっといい装備を買ってお腹いっぱい食べて
悪い奴らをもっと倒した方がいいだろう。どうやらまた難しい選択をする時が来たようだ。さて、今日はもう遅い。一旦ここまでにしよう。はあ、いつの間にかこんな時間まで遊んでたんだね。みんなと一緒にいるのが楽しすぎるからか、物語が面白すぎるからか、なんだかまだまだ遊び足りない気がするね。うんうん、なら今日はいっそのこと徹夜で遊びましょうよ。それはさすがにちょっと。僕もちょっと無理かな。帰りが遅すぎたらリネットに説教されちゃうよ。ナビアの気持ちはわかるが、残念ながら次の会場はここじゃない。え？もうシーンが変わるの？ああ、今日進めた分のシナリオの最後に設置された建物の室内へ移動するようにと、ゲームマスターへの特別なヒントが残されている。へえ、さすがうちの最新シナリオ、かなり凝ってるのね。物語をちょっと聞くぐらいの時間ならまだあるんじゃないか。オイラ、クロリンデのファントムハンターの話をもっと聞きたいぞ。パイモンは残りのお菓子を食べ尽くしたいだけだろう。ぜっ、推定だぞ。ただのものを食べきれないのはお金を払って食べるより辛いことなんだからな。それにクロリンデの師匠の話も気になるしな。ああ。大丈夫だ。気を使ってくれてありがとう。もう昔のことだ。話しても構わない。私は物心ついた時から師匠と一緒に暮らしていた。師匠の話では、私は悪党の手から彼女に助けられたそうだ。実の両親はそれよりも前に私を残して去ってしまったらしい。お、重いプロローグだな。師匠は面白い人だった。ただ子供の世話があまり得意ではなかったのだろう。私の初めてのおもちゃは探検だった。おもちゃというより、付きまとわれるのが嫌だったのか。腰につけていたものを外して、暇つぶしにと渡してくれたんだ。子供に本物の剣を？そんなの危なすぎるだろう。手を怪我したりしなかったのか？もちろん、怪我をしました。手のひらを切って、血がダクダクと流れて。しかし師匠は心配も焦りもせずに私に説教しました。わかったでしょ？これが剣をしっかり握らなかった結果よ。師匠はそう言いながらかがみました。手当ての仕方を教えてあげるから手を出しなさい。手当てが済んだら剣の握り方を教えるわ。失礼だけどクロリンデさん、その頃はいくつだったんだい？3歳だったかな、多分。3歳？フォークもうまく握れない年頃じゃないか。先ほども申し上げた通り、師匠は子供の面倒を見るのが苦手だったんです。何事も経験してみなければ、やっていいことも悪いことも覚えられないと考えていたようで。もはや、面倒を見るのが苦手ってレベルじゃないでしょう。当時は特に問題だと思ってなかったし、子供だったからそれ以外の選択肢もなかった。ああ、それから私の最初のペットは師匠がリーユエで捕らえてきたベビービシャップ岩だった。ビシャップをペットに？もっと危ないじゃないか。師匠はあの時こう言った。仲良くするのよ。嫌なら戦ってみなさい。ただし負けた方は勝った方のペットになること。それは何歳の時だい？5歳だ。勝ったのかい？負けました。じゃあお前は本当にビショップのペットになった。
一週間だけだが、一週間後に任して、それからはずっと悪くない仲だった。これが本当に子供の話なのか。私も次第に理解していった。もしかすると師匠は他の教育方法を知らないだけなのかもしれないと。師匠はファントムハンターだったが、ご両親の話は一度も聞いたことがなかったから、師匠のおかげで私は6歳で道に迷わず森で狩りができるようになり、7歳の頃には一人で魔物を倒せるようになっていた。訓練の時は厳しかったが、時間があれば私を旅に連れて行き、友人たちにも紹介してくれた。カーレスさん一家との出会いもあの頃のことだった。初めて会った時はペトロニラさんの後ろに隠れてたよね。ピクニックに参加することにもためらってたの、未だに覚えてる。あの時は同じ年頃の子供になんて会ったことがなかったから、どう接すればいいかわからなかったんだ。でもその後あんたはよく遊びに来るようになって、他の人ともよく射撃で遊ぶようになったんだよね。スピナディロースラの中であんたより上手い人はほとんどいなかった。あの頃は本当に楽しかった。あたしもよ。スピナディロースラで冒険ごっこをしてた時、あんたの師匠が当時噂になってた正義の守護者だってパパが言ってたのを盗み聞きしたの。まだ覚えてる？結局パパやペトロニラさんの前では知らないふりをしなきゃいけなかったけど、あんたがうっかり口を滑らせそうになったこともあったよね。正義の守護者？20年前頃に夜な夜な活躍してたあのヒーローのことかい？ええ、あれはおそらく師匠だったんでしょう。よく黒いマントを着て出かけていましたから。あの夜カーレスさんの口から真実を知らされるまで、どこへ何をしに行っているのかは知りませんでしたが、あの頃警察隊がよく彼女に関する目撃情報をヌビレットに届けてた。僕も覚えているよ。申し訳ありません。別にクロリンデが謝ることじゃないだろう。君の責任じゃないんだから。それに彼女がしたことは全部いいことだった。秩序を守らない人が秩序の守護者を名乗るのはさすがに自由すぎるんじゃないかとは思ったけどね。あれ？正義の守護者じゃなかったのか？どっちも彼女さ。毎回聞かれるたびに適当に思いついた通り名を名乗ってたんだ。そのうち考えるのも億劫になったのか、正義の守護者と秩序の守護者という二つの通り名が定着していった。師匠らしいですね。きっと家に帰った頃にはその日どちらを名乗ったのかも思い出せなかったでしょう。面白い方だったんだね。そして正義感がとても強い。クロリンデさんもさすがその人の弟子って感じがするよ。私も師匠のような人になりたかった。強く自立した強い信念を持った人に。でも何かあったのかい？師匠は私の10歳の誕生日に突然失踪したんだ。失踪？一体何があったんだ？さあ、師匠がどこに行ったのか探りようがなかった。メモすら残してくれなかったからな。あの夜私はナビアの家で誕生日を過ごしていたが、いくら待っても師匠は迎えに来てくれなかった。結局一人で帰ったが、師匠は家にもいなかった。数日経っても師匠は帰ってこなくてな。カーレスさんにも師匠の行方を尋ねたけど、彼もただ首を横に振るだけだった。パパは多分本当に何も知らなかったと思うわ。裏で誰かに調査させてたけど、価値のある情報はなかったみたいだったから。ああ、それは師匠らしい行動だと言えなくもない。思い返せば師匠はおそらくそれを機に私を自立させようとしていたのかもしれない。
子猫がある程度育つと、母猫がそのそばを離れるのと同じように。クロリンデ、悲しんでいるのかい？最初の頃はそうでしたが、今はもう大丈夫です。師匠は理由もなく姿を消したりはしないはず。きっと、やるべきことがあったんでしょう。その後、お前は師匠の背中を追いかけて、法律と正義の象徴、フォンテーヌで一番強い決闘代理人になったんだな。師匠がこんなルールだらけの仕事をするわけがない。わがままな人だったからな。ただ、確かに多少なりとも、彼女の影響を受けていたことは事実だ。クロリンデにそんな過去が。今までは知る機会があまりなかった。もしクロリンデの師匠が決闘代理人を務めていたら、当時のカーレスとどう向き合ったのだろう。あの二人も同じことを考えてたりして、気まずくなってきた。うん、さあここまでにしましょう。つい話し込んじゃったけど、もう暗くなってきたし、このままじゃ本当に徹夜コースよ。そうだね。今日は本当に楽しかったよ。ありがとう、クロリンデさん。礼には及ばない。私からしたら、シナリオも面白かったけど、あんたの子供時代の話はもっと面白かったね。ね、5歳の時、どうやってビシャップを倒したのかも、今度詳しく教えてちょうだい。子供たちの参考にもなるかも。そうだな、一理ある。いやいや、一理も何もないだろう。5歳の子供がビシャップと戦うなんてありえないし。僕もそろそろ失礼するよ。明日に備えて体力を温存しておかないとね。明日の物語が楽しみだ。ビシャップと戦った物語がそんなに楽しみなのですか？テーブルトークシアターの物語の方だよ。揃ったようだな。始める前に前回の議論の続きでもしておいてくれ。お茶を入れてくる。いやいや、そんな場合じゃないだろ、クロリンデ。オイラたち、なんでこんなとこにいるんだよ。分厚い壁、冷たい鉄格子、薄暗い照明。どう見てもここ、監獄だろ。セッティングには随分とこだわったようだが、シナリオの作者は、メロピデ要塞を訪れたことがないと見える。この場所を選んだのはシナリオにそう書かれているからかい？残念ながらそれは教えられません。クロリンデのその笑み、なんかちょっとしないか。何はともあれ、引き続きストーリーを進めていく必要がありそうだね。当面の問題はこの財産をどう処理するかだ。もしファントムハンターの称号が
不必要な猜疑心を引き起こす懸念があるのなら、僕たちも名前を伏せるのはどうだろう。クロリンデさんの師匠みたいに。うん、あまり目立たない方がいいと思う。肝心なのは人々を助けることなんだから。私を見ても無駄だ。もしくはお茶のおかわりが欲しいのか。大丈夫だぞ。ありがとな、ナビア。さっきからずっと黙ってるけど、どうしたんだ？ん？それ、なんだ？ああ、これね。昨日クロリンデが言ってた探検よ。出てきたから。よく見つけ出せたな。当たり前よ。あんなタイミングで渡されたら保管しないわけにはいかないでしょ？うんうん。それで、どこまで話し合ったっけ？そうそう。私、脱獄の方法を考えてたの。穴を掘るか、監視を買収するか。え？もうそこまで考えてたのか？遅かれ早かれ対策は必要でしょ？降らぬ先の傘ってこと。よし！おいら、決めたぞ！お宝をみんなに配ろうぜ！もし、オイラがお宝を独り占めしたせいで、みんなが監獄行きになったら、おやつを食べてもちっとも美味しく感じないと思うしな。意見が揃ったようだな。では始めよう。ゲームマスター！箱の周りに溢れちゃってたお宝も、全部きれいに拭いて持ってくぞ！わかった。宝物を残さずカバンの中に入れたあなたたちは、ずっしりと重い戦利品を背負って王都へ戻った。街は相変わらず重苦しく暗い雰囲気に包まれていたが、あなたたちの心境には少し変化があった。あなたたちは日差しの届かない場所を歩き回り、年寄りや子供、ボロボロの服をまとった者など、助けを必要とする者たちに手を差し伸べ、もらを分け与えていった。ありがとう、お優しい方々。老婦人が優しい眼差しで答える。振り返ると、彼女は互いの姿が見えなくなるまで、ずっとこちらを見守っていた。カバンの中のモラは、まだ随分残っている。配布作業はあまりはかどっていなかった。あまりここに長居してはいけないってことかな。邪悪な魔法使いの問題も、まだ解決していないし。前、広場で会った男に、配るのを手伝ってくれないか頼んでみるのはどうかな。責任感のありそうな人だったし、僕たちよりも住民のことをよく知ってるでしょ。うん、いいアイディアだな。男を探しに広場へ向かおうとした。その時だった。皆様、お待ちください。数名の見知らぬ衛兵に呼び止められた。彼らは小走りに駆け寄ってくると、礼儀正しく敬礼した。こんにちは。もしかして、アフタヌーンティーにでも誘ってくれるの？ご冗談を。とんでもございません。我らが国王陛下が、あなた方に会いたがっておられます。案内いたしますので、どうぞこちらへ。嘘って可能性はないかな。はじめから大臣については調べる予定だったし、国王本人に会えるというのは、またとないチャンスじゃないかい？行きましょう。もしも何かあったら、王宮をひっくり返してやればいいだけの話よ。ええ、
それは過激すぎるだろう。しばらく話し合った後、あなたたちは衛兵に向かって首を縦に振った。彼らは王宮内にある謁見の場へと案内してくれた。ホールの両側には金メッキの机や椅子、高そうな骨董品、そしてガラス製の低いキャビネットと銀の食台が所狭しと置かれている。どれも普通サイズだが、広々としたホールに並んでいると現実離れした光景に見えた。お、豪華だなぁ。シンクの玉座には華やかな服を身にまとう年老いた国王が座っている。頭上にいただく威厳ある王冠の中央には鳥の卵ほどもある大きな宝石がはめ込まれており、あらゆる方向に光を反射させていた。陛下、おいでになりました。暗い色を身にまとった大臣らしき男が身をかがめ、手で口を隠しながら国王の耳元で囁いた。男はすぐに両手を下ろし、背筋を伸ばして玉座のそばに立つと、さりげなく視線をあなたたちの方に止めた。国王はあまり意識がはっきりしていないみたいだ。そばにいるあいつには気をつけた方がいいだろう。国王は一言も発さなかった。遠路はるばるお越しいただき感謝申し上げます。あいにく陛下は日頃からの激務でお疲れですので、我が国の宰相である私が代わりに皆様をお迎えいたします。あなた方ファントムハンターは優れた剣術で王都周辺の魔物を追い払ってくださったとのこと。誠であれば褒美を与えるにふさわしい行いです。しかしこの目で確かめたわけではございませんので、皆様方から直接お話を伺わないことにはことの真偽を判断できかねます。嘘なんかつくわけないだろ。まあお前が聞きたいなら聞かせてやってもいいぞ。魔像の剣は木を丸ごとぶった切るほど強かったんだ。百戦錬磨のオイラたちですら結構苦労したぞ。詳しいことまで話してやったけど、信じる気になったか？ええ、生存者の話とも一致しています。魔物を倒したのは皆様で間違いないと信じましょう。ところで、魔物から奪ってきた宝物は皆様がお持ちなのですか？確かに持ってるけど。ん？どうして宝物の存在を知っているんだ？そうですか。ならばお渡しいただきましょう。それは我が王国の財産ですので。魔物を追い払った行為は褒美に値すると先ほどおっしゃっていましたね。宝物はその報酬の一環ではないのですか？はっは、確かにそう申し上げましたが、順番を間違っておられるのでは？国王陛下がお与えになる場合は褒美ですが、陛下の承諾を得ずに国の財産を無断で持ち去る行為は犯罪ですよ。そんなのへりくつだ。そうだぞ、オイラたちがいなかったらこの財産は埋もれたままだったんじゃないか。しかしその財産を届けでもなく勝手に処理したことは紛れもない事実ですよね。どうされました？誰も答えてくださらないのですか？伝説のファントムハンターともあろう方々がまさか王国の財産を横取りする算段ではないでしょう。華やかな衣装に身を包んだ国王は、両手を椅子の肘掛けに置いた先ほどの姿勢から微動だにしていない。
うつろな目は王座の元の出来事に一切関心がないようだった。見た感じ、宰相が悪い魔法使いなのかな。あるいは宰相も国王も両方悪い魔法使いに操られているとか。周辺の衛兵の数を観察させて。王宮内には完全武装で真剣な面持ちをした衛兵たちが立っている。険悪な雰囲気を察しているようで、腰に刺した剣を握りしめたその姿勢はいつでもあなたたちを包囲する準備ができているようだ。私が一暴れできるような状況じゃないみたいね。誠に残念だ。蓋を開ければファントムハンターの名義を借りて不義を働くものだったとは。全員王城の地下牢に連れて行け。あなたたちの処分を決める前に外にまだ仲間がいるかどうか調べねばなりませんね。なんとか逃げる方法はないのか。抵抗しなくていいのか。でもこの衛兵たちを敵に回すのは。心配しないで。少なくとも黒幕は分かったんだから、タイミングを見て行動すればいい。パイモン、怖いなら私の手を握ってていいよ。お前ら優しいな。衛兵たちに前後を挟まれたあなたたちは抵抗しないことにした。地下牢の天井から滴り落ちる水滴が肩に落ち、すぐ近くから腐敗臭が漂ってくる。この時初めて今までとは全く異なる世界に来たことをあなたたちは実感した。おとなしくしていろ。衛兵は扉の錠を下ろすと振り向きもせず去っていった。待て。その声は滴り落ちる水の音とともに暗い牢屋の中に虚しく響いた。どうすればいいんだ。もちろん自分たちの手で運命を切り開くに決まってるでしょ。武器を取り出すわよ。そう言って腰のあたりを触るが何もつかめない。そうだった。牢屋に放り込まれる前、衛兵に武器をすべて没収されたのだ。私がブーツの中に忍び込ませたナイフは？いつ忍び込ませた？穴を掘ろうかって考えてた時よ。却下だ。あの時ゲームマスターに伝えていなかっただろう。それに衛兵は徹底的にボディチェックをしたはずだ。僕たちの見える範囲に鍵はないのかい？ああ、鍵穴にすら触れられない。なすすべなしか。そうですね。え？なんでクロリンデがそんなこと言うんだよ。事実だからな。脚本にはここまでしか書いていない。ひどい脚本だな。ああ、本来ならこういう時は何らかのヒントやゲームマスターにしかわからない暗号などが現れるはずなんだが。もしかして牢屋に閉じ込められる気分を存分に味わわせるためとか。絶望しそうになった時に新たな道が現れるんじゃない。その可能性はあるな。現実の牢屋にもお菓子とお茶がこんなにたくさんあればいいのにな。あ、でも運が良ければメロピデ要塞の食堂ではもっと美味しいものが食べられるんだった。そういえばナビアが持ってきた探検だけど、よく見たら今の時代の作り方とはちょっと違うような。僕の覚えている限り何百年も前に流行っていたスタイルだった気がする。クロリンデさんの師匠の剣だって言ってたね。クロリンデさんの師匠も長く生きてる方だったのかい？そんなことはないと思う。師匠は時に子供よりも幼稚なことをする人だった。おそらくこの剣は代々受け継がれてきたものだろう。そんなに貴重なものだったの？なのにあの時あんな風に私に預けるなんて。私がなくしたらどうするつもりだったのよ。師匠にもらったものなんでしょ？師匠はいろんなものを残していった。
古い鍵や剣、それから彼女が持って行きたくなかったであろうガラクタの数々。あの時は私たちの友情がそのまま終わってほしくなかったんだ。あの時って一体いつだい？カーレスさんとの決闘の後です。それまではよくうちでご飯を食べたり、スピナリロースラに泊まったりしてたから、パパとも仲が良かったの。でもその件の後、お互いどう向き合えばいいかわからなくなっちゃって、クロリンではこの件を私に預けてから二度と訪ねてこなかった。ま、あの時は悲しみに浸ってたから、そういう時っていろんなことを考えちゃうでしょ。もしペトロニラさんがピクニックで私たちを出会わせなかったら、こんな悲しい思いはしないで済んだのにって、この件を見るたび思ってた。私はパパを失った上に大切な友達まで失ったって。過ぎたことはやり直せない。でもこうしてまた一緒に過ごせるようになって僕は良かったと思うよ。うん、その通りだね。すまない、悲しいことを思い出させて。ううん、あんたたちのせいじゃないんだから。ああ、脚本が届いたようだ。助かった。このタイミングで届いてくれて、いろんな意味で。鈴木がいい方向なのか悪い方向なのか、こいつの表情からは全く読み取れないな。滴り落ちる水滴が止まる気配はない。暗い地下牢で時の流れを測る手段を見つけることは困難だ。藁の匂いとカビや錆びた鉄の匂いが混じった悪臭にも慣れてきて、襲い来る絶望と睡魔の間で意識をさまよわせるようになった頃、扉の外からかすかな足音が聞こえてきた。みんな気をしっかり、誰かが来るみたいだ。皆さんこちらへ。どうか声を抑えて。よ、君は誰だ？今はこうして地下牢の監視をやっていますが、本当は皆さんと同じファントムハンターです。え？し、他の監視は引き離しましたが、大声を出せば。わかってる。でもどうして君の話を信じられると思う？国王の命令が下りました。確かな物証がある以上、明日日が昇る前にあなたたちを処刑するようにと。逃げるなら今しかありません。処刑？こんなちっぽけなことで？もしかして、宝物の付近に魔物が現れたこと自体、罠だったのか？皆さん、今そんなことを考えても仕方がありませんよ。私の正体については証明する術がありませんが、王城内部に潜入することは極めて困難で、私はかなりの代償を支払ってここまでたどり着きました。しかし今はそんなことを言っている場合ではありません。皆さんもよくお分かりでしょう。監視さん、ここに来る途中私たちの武器を見なかった？はい、全部持って参りましたので、ご安心ください。扉のこちら側に置いてあります。しかしこのような武器だけで黒幕を倒すのは到底不可能です。奴の勢力はあまりに強大です。衛兵だけではありません。王宮の中には奴の魔像が置かれた専用の部屋まであります。彼を倒すためには隠し方向へ行って、かつてのファントムハンターが残した宝物を手に入れねばなりません。それは邪悪な魔法使いを倒す力を秘めた宝物だと聞いています。君は一緒に行かないのかい？はい、
皆さんを脱出させた後、私はここに残って他の監視の相手をしなければなりませんので、皆さんの行方を追う兵力も引き離しておかないといけません。私の正体がバレない限り、決戦の時には多少お力添えができるかと思います。では君も安全には気をつけてくれたまえ。はい、お気遣いありがとうございます。宝庫の位置はこちらの宝の地図に。では、扉を開けますので、音を立てずに私についてきてください。迅速にここから出して差し上げます。最後に、一つお願いです。どうか、我々ファントムハンターの名誉を取り戻してください。くれぐれも、お気をつけて。監視の助けによって、あなたたちは無事地下牢から逃げおおせた。無力感と心臓が高鳴るほどの緊張感からも脱することができたのである。残念だが、やり直しはなしだ。書いてあった場所はここね。ん？この岩、なんだか怪しくないか？怪しいものは調べないとね。それか、爆発させちゃうか。おいおい、本当にやるのかよ。目の前に音もなく湖が現れた。水面は一級品の宝石のように青く光り輝いている。こういう時ってつい潜りたくなるな。いえ、何でも。ファントムハンターたちは洞窟の中へ入っていった。静けさと神秘的な雰囲気に包まれた狭い通路が奥へと伸びている。扉が立ち塞がっているね。それにしてもこの大道具、作りが素晴らしいな。本当の年代物みたいに見えるよ。あれ、下にあるのって扉とつながってる仕掛けかしら。対応する模様に組み立てればいいんじゃない。石の扉に刻まれたあの模様、師匠から聞いたことがある。ん？どうしたの、ゲームマスター？ファントムハンターたちは険しい道を突き進み、ついに宝の地図に示された場所へとたどり着いた。宝が鎮座する古代遺跡だ。辺りは静まり返り、
穏やかな空気に満ちている。今まで一度も呼び起こされることなく深い眠りについていた秘密の安らかな寝息が聞こえてくるようだった。そんな描写を聞いたら飽きづらくなってきちゃったぜ。でも邪悪な魔法使いを追い払って王都の民を助けるためには宝物にも光を浴びてもらわないとね。そうそう、リネの言う通りよ。王都の未来のためにここで立ち止まるわけにはいかないの。ゲームマスター、次は謎解きよね。自由に探索していい？ああ、問題ない。何かおかしいな。まあ臨機応変に動くとしよう。こっちも進展あり。僕も一つ解けたよ。何かが現れた。新しい仕掛けかな。ファントムハンターたちは知恵を駆使して謎を解き、自分たちが過去の秘密を受け継ぐに足る人物であることを証明した。そして彼らの目の前には、目の前には一本の鍵。この扉を開ける鍵だね。これはファントムハンターに代々受け継がれるという鍵。師匠からもらったのと同じだ。鍵を完成させるためには全部で4本必要だと聞いた。すでに手に入ったのは3本ということは。ん？どうかした？キーな音が響いて遺跡の明かりが突然消えた。でもかかっちゃったのか。ファントムハンターの皆は目をつむってくれ。光のない洞窟の中では何も見えない。ちょっとは見えるけどな。あ、そうだよな、ごめんごめん。暗闇の中、とある足音が聞こえてきた。僕たちの他に誰かいるのか？何も見えないし、怖いよ。バレましたか？この声は。声の主の正体はなんと、あなたたちに情報を提供してくれた、あの看守だった。どうやら、ファントムハンターの残した宝物を奪いに来たようだ。なんだ、演出か。何も見えない状況じゃ戦いようがないし、一旦撤退しようよ。演出なんかじゃない。奴の剣の持ち方、おそらく本物のファントムハンターだ。撤退？そんなの私たちのスタイルじゃないでしょ。
見えないのは相手だって同じ。戦うよ。行動決定。明かりが再びついたと伝えるまで目を開けてはいけない。暗闇の中で戦うこと。了解。では戦闘開始。やっ、装填そこまでだ。剣術発動。判定成功。あんたの目の前にいるのは、まだ終わらないのかい。そろそろ目を開けてもいいかい。手強い相手だが、そろそろ決着がつきそうだ。しかし未だ明かりは灯らない。まだ灯らないの？最後の一撃。どんな状況なの？ゲームマスター。暖かい炎が再び周囲の壁を照らし、視界が明るくなった。その招かれざる客は4名の勇敢なファントムハンターによって倒された。奴の目つき、負けてからまるで別人みたいだ。え？君は、フロリアン？あ、しまった。テトシアなんだから芝居をしないと。コホン。宝の地図をくれた看守さんじゃないか。名は何という？どうして僕たちを襲った？町の平和よりも宝の方が価値があるとでも言うのかい？町？平和？そんな全部嘘ですよ。私、このフロリアンはファントムハンターです。代々続いてきたファントムハンターを受け継ぐものなんです。本名を言っちゃってるぞ。いや、もしかして最初から劇中人物の名前を名乗ってたのか。ならなおさら理解に苦しむね。君もファントムハンターならなぜこんなことをする？世の中の人々のために戦うべきじゃないのかい？あなたたちに何がわかるというのですか。今日のファントムハンターに名誉なんてものはないのに。どういう意味？私の剣術は父から教わったものです。ファントムハンターだった父は名を隠し、私を連れて森の中で暮らしていました。そんな父を待っていたのは何だと思いますか？貧困、苦痛、そして人々に忘れ去られる虚しさ。父の死を悲しむ者さえ誰一人いませんでした。ファントムハンターはかつて人々を救った英雄でしょう。もっと尊敬されて叱るべきなのではありませんか？ファントムハンターが忘れ去られてしまった現状を訴えているのか。このシナリオにはそんなメッセージが込められていたんだね。だからここにあるお宝を独り占めして自分が得るべき財産と名誉を手に入れようと思ったのか。宝の在りかを知っていたのにどうして自分で取りに来なかったんだい？そのためには最後の鍵が必要だったからです。この最後の試練をくぐり抜けられるのは正真正銘のファントムハンターのみ。しかし私欲のために他人を傷つけることをも厭わないフロリアンはとっくに宝を手に入れる資格を失っていた。宝物って一体何なの？鍵も手に入れたことだし、いっそのこと中に入ってみようよ。それは皆の最終決定か。ここまで来て気にならない奴はいないだろ。フロリアンは抑えたから横取りされる心配もないしね。くそ。おとなしくしていろ。じゃあみんなで一緒に扉を開けよう。行動決定だな。みんなの視線が注がれる中、
100年もの間閉ざされていた扉が開いた。扉が軋んでおぞましい音を立てる。まるで深い眠りから目覚めた巨人があくびをしたかのような音だった。きっとここに隠された秘密も扉と同じくらい重いものなのだろう。うわ、開いたぞ。早く入ろうぜ。一体どんなものがあるんだ。僕も見たい。冒険の一番の醍醐味ってやっぱりお宝を見つけた時だよね。私にも見せて。あれ、石碑が一つと古い武器。これのどこがお宝なんだよ。ただのボロボロの倉庫じゃないか。もしかしてクラブの経費が尽きちゃった。なんだよ、最初は結構没入感があったのに一番肝心なとこでがっかりさせられるなんて。厚紙で作ったモラでもこれよりマシだぞ。いや、私分かったかも。パイモン、これがファントムハンターの宝なのよ。え？そんな、こんなものがお宝だなんて。こんなものが、いや、ありえません。絶対にありえません。どうやらこのファントムハンターは相当ショックを受けたようだ。しばらく外で心を落ち着かせてやった方がいいだろう。ファントムハンターの中には宝の秘密に気づいた者もいるようだ。しばらくの間周辺を探索できる。影を撃つ。気分はどうだ？少し良くなったか？これは一体、ここに来るまでの出来事や自分の体に何が起きたか覚えているか？確かあなたたちをここに誘導して。あ、まずい！洞窟に爆弾が！これのことか？え、どうして？洞窟に入った時、なんとなく違和感を覚えたから、注意して観察していた。もう全部取り外してある。あ、さすがフォンテーヌ最強の決闘代理人。ファントムハンターとしての腕前も、全く衰えていないようですね。そちらこそどうなのだ。そろそろここまで誘導した理由を教えてくれてもいいだろう。先ほどのあなたの見事な告白が演技だとは思えなかった。幸い仲間たちはテーブルトークシアターのシナリオだと思い込んでいるようだが。私にもよくわからないんです。まるで心の中に自分以外のものが忍び込んだような怒りと焦燥に満ちていて。というか、あれが自分自身の感情だったのかどうかということさえわからないんです。ファントムハンターや父の不遇を嘆き、その功績が誰にも称えられないことに怒りを抱いていたのは事実です。いつの間にかその怒りは抑えられないほど膨らんでいき、そしてある時ふと父親から聞いたファントムハンターの宝のことを思い出しました。狙いが宝物だけなら、なぜ爆弾を置く必要がある？
あなた自身も埋もれてしまう可能性があったんじゃないのか。それも覚えていません。頭の中がぐちゃぐちゃで、ファントムハンターを駆逐しろという声が何度も聞こえていた気がするのですが、今はもうその声も聞こえなくなりました。聞いた限り、それはおそらくソウルドリンカーの仕業だろう。あ、ソウルドリンカー。ん？あなたの師匠、いや、お父上から聞かなかったか？数百年前の魔物のことだ。いえ、聞いたことはあります。ただ、どうしてそれが原因だと？あ、まさか、あの封印。封印？うちは、代々ファントムハンターを生業にしてきましたが、同時に、ある魔物の封印も受け継いできました。常に封印の状態を確認し、定期的に手入れするようにと、父によく言われたものです。それは長きにわたって受け継がれてきた、我が一族の最も重要な使命なんだと。しかし、父が亡くなってからというもの、私はそれをおろそかにしてしまっていました。ある日ふと思い出して、封印が置いてある地下室まで行ってみたら、その後のことは、あまり覚えていなくて。ただ人でしかなかったファントムハンターにとって、当時、ソウルドリンカーは相当手強い相手だったのだろう。奴を倒すほどの力を持たない者は、逆に奴に心を侵され、惑わされた。だから、一部のファントムハンターは解決法として、ひとまずそれを封印することを選んだ。奴は人の心の中の欲望や執念を拡大し、最後には、宿主を操るようになると聞いたことがあります。どうやら私は、腕前もさることながら、心の強さもまだまだだったようですね。そういえば、三本の鍵をどうやって手に入れたんだ？それぞれの鍵は、皆に信頼されるファントムハンターに預けられていたはずだが。一本は父親が持っていたもので、一本は盗んだものです。もう一本は、ファントムハンターが酒を飲んだ帰り道に奪ったものです。危うくその路地で死ぬところでしたが。あなたの強さは、フォンテーヌ人なら誰でも知っていますし、観察したところ、普段の暮らしにも一切の隙がなかった。酒を飲むところも見たことがありません。唯一思いついた方法は、あなたの趣味を利用してここまで誘導し。あ、そういうことだったのか。魔物の狙いは、ファントムハンターの宝と共に、あなたを生き埋めにすることだったんですね。何はともあれ、あなたのシナリオは悪くなかった。はあ、自分の本当の気持ちを書いたものだったからかもしれません。父から聞いた伝説、英雄、かつてのファントムハンターの輝かしい活躍、そして、そのすべてが忘れ去られる虚しさ。それだけじゃない。え？わずかではあるが、あなたの心の中には、ファントムハンターとしての誇りがまだ残っていた。冗談はやめてください。あれだけ卑劣なことをしたのです。誇りなんて。だって、邪悪な魔法使い、なんだろ？あなたが書いた物語の中で、人を欺く魔法使いは、悪役として登場した。それは奴への反抗心があなたの中にあったからではないか。しかし、握った剣を怪我してしまった以上、そんな資格なんて。目を覚ませフロリアン。最初、自分がどう自己紹介したのか思い出すんだ。ファントムハンターが本当に名誉や尊敬のために戦ってきたと思っているのか。ファントムハンターだったというお父上に一体何を教わったんだ。その剣は自分のためじゃなく、守るべき人のために握るものだ。名誉など取るに足らない。
ずっと追いかけてきた宝の正体を目の前にしてもまだわからないか。これこそがファントムハンターが残すべきものなんだ。はい、その通りです。私はファントムハンター。これからは罪を償うため、いえ、人々を守るために尽くします。罪もきっちり償ってもらうがな。はい、もちろんです。弁明するつもりはありません。なら今から戻ってこのシナリオを最後まで演じ切る。協力してくれ。演じ切る？でも続きがありません。書き終わっていないのか？その、あなたたちをここへ呼ぶところで物語は終わっています。それがこのシナリオを書いた目的でしたので。なら続きを書いてくれ。邪悪な魔法使いを倒しに行くんだ。と言いますと、あのソウルドリンカーを？それは今から書けということでしょうか？難しいのか？ここまで書けたのだから、ファントムハンターが邪悪な奴を倒す結末を書くことくらい、さほど難しくないだろう。私も手伝おう。しかし、お友達の皆さんが危険に遭うかもしれません。皆、腕は確かだ。それに、今はまさに皆の力が必要な時だ。でしたら、直接そう伝えればいいのでは？そんな興ざめなやり方はしたくない。それに、皆の幻想を守ってやることも大事なことだ。そうだろ？射撃準備。おかえり。遅かったな。ファントムハンターの仲間たちよ、どうか私を許してください。大げさで不自然だ。すみません。先ほどの戦いで戦う皆さんの勇姿を目の当たりにし、私はようやく自分の初心とファントムハンターとしての誇りを取り戻すことができました。なるほど、自分の過ちに気づき悔い改めるという設定なんだね。実は先ほどの私の行動は、あの邪悪な魔法使いの影響を受けたものでした。私はあなたたちをここに生き埋めにしようとしたのです。なんてひどいことしようとしてたんだって。邪悪な魔法使いって言ったか？はい、この国に潜む邪悪な魔法使いは人の欲望を増長し、心を操る術に長けています。私は心が弱く、奴の誘惑に負けてしまったのです。ふん、もうお前の言葉には騙されないぞ。お前が本当に反省してるって証拠はあるのか？それは実は宝を目にした瞬間、目が覚めたのです。父の教えを思い出して。宝の正体は、歴代のファントムハンターの名前と、彼らと運命を共にしてきた武器。そうでしょ？え？知っていたのですか？もちろん。テトシアプレイヤーの探索能力、ファントムハンターの探索能力を甘く見ないでちょうだい。さっき、石碑に書かれた内容をざっと読んでみたんだ。石碑にはいろんな人のストーリーや功績が書かれていて、とても興味深かったよ。例えばこのエストというファントムハンター、彼女は黄金の狩人の意志を受け継いで審判を司った人物だったらしい。そんな厳格な一面とは裏腹に、普段はみんなと一緒に歌ったり踊ったりするのが好きだったと書いてあったよ。へえ、フリーナと似てるんじゃない？そうかい？なるほど。その線で考えると、このウォルトって名前のファントムハンターは、
僕と少し似てるかもね。彼は処刑人で、戦闘中に変幻自在にトリックを駆使することで敵の目を欺いたらしい。当時はどんなマジックを使ってたんだろう。それぞれ素敵なストーリーがあったんだな。もし本に記録したら数えきれないほどの伝説や物語が生まれただろうに。なんで誰もあいつらのことを覚えてないんだ。それがファントムハンターたちの選択だったからです。狩るべき魔物が暗闇に現れるならば、彼ら自身も同様に暗闇の中を生きる必要があります。だからファントムハンターたちは名声と富を諦めたのです。となると、おそらくこの石碑はファントムハンターの仲間が残したものなんだろうね。はい、ファントムハンターは自分の功績を見せびらかすようなことはしません。ただ静かに町を守っているだけで、夜に仲間と一緒に焚き火を囲むとき、誰がよりすごい魔物を倒したのか些細な自慢話をし合う程度です。この石碑は人々に覚えていてもらうためじゃなく、仲間を忘れないためだったんだね。だからこんなに隠れた場所にあったのか。静かに佇むいくつもの名が刻まれた石碑に、あなたたちは心を揺さぶられた。自分たちが歩む道は決して孤独な道ではない。過去にも、そしてそう遠くない未来にも、同じ志を持ち共に闇夜の中を進んでくれる仲間がいたと教えられた気がした。彼らの精神と名前はこの石碑のように受け継がれていき、末永く世に残り続けることだろう。父さん、道に迷ったら宝を探しに行けというのはこういう意味だったんだね。ありがとうございます、心優しき友よ。どうか私に罪を償うチャンスを与えてくださいませんか。王都の民を苦しめる邪悪な魔法使いを倒すために私も参戦させてください。よし、わかった。誰でも過ちを犯す時はある。それをどう正すかが大事さ。うん、僕もそう思う。ところで、魔法使いとの戦い方についてフロリアンさんは何か知ってるかい？はい、意識を乗っ取られている間、あいつの心を感じていました。宝のことが思い浮かぶたび、明らかに伝わってきた感情があります。恐怖です。ん？お宝が怖いのか？でも石碑と古びた武器以外何もないぞ。もしかしてここにある武器の中に何か秘密が隠されてるのかな。ゲームマスター、操作していい？一見何の変哲もない武器だが、意識を集中するとわずかながら何らかのエネルギーを感じた。無数の魔物を斬ってきたそれらの剣は、長い年月を経てもなお鋭く輝いている。まるで共に戦うファントムハンターの到来を待っていたかのように。武器を持っていくべきってことかな。僕はこのエストの武器にしよう。彼女も芸術が好きだったそうだから、きっと僕と気が合うだろう。いい選択だね。じゃあ僕はウォルトさんの武器にしようかな。彼も弓使いだったみたいだしなんだか奇遇だね。みんな選んでるぞ。オイラたちも選ぼうぜ。武器を握りしめると、そこに宿った意志がひしひしと伝わってきた。長らく受け継がれてきた死をも覚悟して魔物との戦いに臨む意志だ。フロリアンさん、邪悪な魔法使いの隠れ場所を知ってるかい？奴と思考がつながった時、周りの光景が見えました。おそらく
王都の教会の中に隠れていると思います。くれぐれも気をつけてください。奴は昼夜魔物と共に過ごし、自身もすでに魔物へとなり果てています。そう簡単に倒すことはできないでしょう。そうなのか。じゃあもっとすごい装備を集めてきた方がいいんじゃないか。万が一負けたらどうするんだよ。それは、いいえ、今が、今こそが絶好のチャンスです。私が奴の支配から抜け出せたおかげで奴は弱っています。回復の時間を与えれば今の居場所から逃げ出してしまうかもしれません。僕もフロリアンさんの意見に賛成だ。この機を逃すわけにはいかない。町の人々は僕たちの助けを待ってるんだ。うん、解決策が見つかったからには早速行動しよう。これ以上先延ばしにしたら事態はもっと悪化するかもしれない。はい、まさに。そうそう、その通りです。はい、お前らに説得されちゃったぜ。じゃあフロリアンさん、道案内をよろしく。わかりました。ではついてきてください。シーンの切り替えにしょっちゅう対応しつつ芝居までしなきゃいけないなんて大変だな。そうして王都の平和を脅かす魔法使いを狩ると決心した狩人たちは出発の支度を済ませた。後ろに佇むずっしりした石碑から厳かな眼差しが向けられた気がした。それは信頼する戦友に捧げる悠久の祝福を込めた眼差しであり、あなたたちの凱旋を待つ期待の眼差しでもあるのだろう。やがてあなたたちは教会の近くへとやってきた。周囲に漂う不吉な気配が敵がすぐ近くにいることを示していた。なんか本当にそんな気配がしてきたぞ。一体どうやって演出したんだ。そして決戦の時が来た。さあ行こう。フロリアン、待って。どうしました？外で待っていろ。ソウルドリンカーは一度あなたの意識に侵入したことがある。再び侵入して体を操ることはたやすいはずだ。それに奴の本体に近いところで侵入されれば体にどんな異変が起こるかわからない。だからこそ私は行かなければなりません。先頭に立たせてください。もしかして。はい、奴を私の体の中に引き寄せます。危険すぎる。最悪の場合あなたを殺さないといけない。分かっているのか。十分承知しています。でもそれであなたたちのターゲットも明確になります。奴は操りやすい体から簡単に逃げたりはしないはずですから、あなたも仲間たちが取り憑かれる心配をせずに済みます。クロリンデさん、私と違ってあなたは強くてまっすぐなファントムハンターです。自分が犯した過ちはきっちり償わせていただきます。というよりそうしないと気が済まないのです。私自身の誇りのためにあなたに決闘を申し込んだと思っていただけませんか。手加減は一切必要ありませんから。わかった。フロリアン、決闘代理人の名のもとに
決闘の申し込みを受け入れよう。あなたに敬意を表する。ありがとうございます。さて本題に入ろうか。ファントムハンターの剣先に震える魔物の集体を再びさらけ出してやろう。ハヤテのごとく。倒せない魔物などいない。その時ファントムハンターの宝に秘められた力が手の中に集まり始めた。宝？もしかして鍵は歴代ファントムハンターの名前よ。でもどうすれば。パイモン、忘れたのかい、僕たちの切り札の技能。彼らは名乗りも求めないが人々の召喚には必ず応える。ファントムハンターウォルト、変幻自在なマジシャン、幻影両団の処刑人よ、姿を現せ。ファントムハンターエスト、黄金の意志の継承者、暗影両団の審判官よ、僕の召喚に応じよ。ペトロニラ、秩序と正義の守護者、一番敬愛するファントムハンター、親友を助けてくれて、大切な友情を与えてくれてありがとう。お願い、私に力を貸して。我らファントムハンター召喚に応じよう。魔物が倒され、魔法使いも討伐された。その後、王都に再び平和な日々が訪れた。心を支配されていた臣下たちは、己の犯した過ちを知った。国を救った英雄である、彼らの名前を覚えている者もいれば、何も知らず、生き続ける者もいる。これが、不穏な影を追いかけ、蹴散らし、狩り尽くす。ファントムハンターの物語だ。人々の記憶にとどまろうととどまらなかろうと、彼らはこの街を守り、人々の暮らしを守り続けている。ふぅ、おしまいかい。素晴らしい結末でしたね。素晴らしいストーリーだったよ。最初はありふれた冒険物語だと思っていたけど、ストーリーが進むにつれ、構成や細部にこだわっている感じが伝わってきた。特に最後の決戦のシーンは本当にリアルだった。あははうん、そうだね。宝物庫で手に入れた武器にあんな効果があるなんて思いもしなかった。そうそう、手
に持った武器が輝き出した時は本当にびっくりしたよ。でもじっくり観察してみたけど、もう二度と光らなかった。あ、武器も小道具だから後で回収するんだろ。ここに置いとくよ。フリーナ様、楽しんでいただけましたか？うん、楽しかった。またこういうテトシアをやる時があればぜひ僕も呼んでくれ。もちろんです。では僕は先に失礼するね。帰りながら物語の余韻を楽しもうっと。フロリアンが目を覚ましたら代わりによろしく伝えておいてくれ。よっぽど疲れているんだろうな、こんなに眠り込んでしまうなんて。そうですね、相当疲れていたのでしょう。ではみんな、また会おう。もう聞いていいよね？うん、いいと思うよ。一体どういうこと？気づいていたのか。洞窟で目を閉じろって言われたシーンなんて気づかないでいる方が難しいよ。聞きたいところをぐっとこらえたのよ。クロリンでは何事もなかったかのように振る舞ってたし、フリーなったら全然気づいてないみたいだったし。幻想を壊したくないって気持ちはみんな同じだったみたいだね。一体何の話だ？え、パイモンも気づいてなかったの？ごめんごめん、今からでも耳を塞いでて。いや、私が塞いであげる。後の祭りだと思うけどね。え？ってことはさっきまでの出来事はシナリオじゃなかったってことか？最初から普通のテトシアとは違ったと言った方がいいかな。え？なんだ、騒がしいな。頭が痛い。おい、早く起きろよ。一体どういうことなんだ？ゆすらないでください、頭が。おいらの聞き間違いじゃないよな。シナリオの後半はお前たちが即席で作ったものってことか？嘘をつかれたのはムカつくけど、フロリアンの創作力もクロリンでの臨機応変な対応もすごかったぞ。ステージの上で道具を忘れたことに気づいて、その場で素晴らしいマジックを考えて披露するマジシャンみたいだね。そんな怪しい宝物庫だって分かってたら、おいら怖くてとっくに逃げてたかもしれないぞ。恐れるに足りない。クロリンデにとっての恐れるに足りない場面は他の人からしたら度肝を抜かれるほどなんだってば。私は慣れてしまったのかもな。クロリンデの毎日ってどれだけ刺激に満ちてるんだよ。だからゲームマスターをやってる時もいろんなシチュエーションに対応できたんだな。フロリアン、あなたのことだが。弁明するつもりはありません。今すぐ警察隊のところに行って自分の罪を告げ処罰を受けます。私に言わせればあなたはもう十分処罰を受けている。え？最初こそ理に目がくらんでいたようだが、最終決戦の時あなたは行動をもって自らのファントムハンターとしての資格を証明した。あなたがファントムハンターとしての役目を果たし続けることがこの町のためになるのではないだろうか。しかし、無論鍵を持って二人のファントムハンターを訪ね、きちんと謝罪した上で相手の提示した条件にも応じてもらう。はい。しかし他のことについては私との決闘であなたはすでに自分自身の誇りを見せてくれた。では仰せの通りに。今から2本の鍵を返しに行ってきます。改めて皆さんにお礼を言わせてください。私にもう一度チャンスをくれた皆さんの期待を絶対に裏切らないことを。
ファントムハンターの名において誓います。それではまたお会いしましょう。ところで、洞窟の宝はどうするつもりだい？現状復帰だ。本当にそれでいいのか？町のみんなに解放してファントムハンターのことを知ってもらったりしなくていいのかよ。ああ、それがファントムハンターたちの選んだ道だ。私も同じだ。これからも決闘代理人として役目を果たしていきたいと思っている。ファントムハンターという身分を人々に覚えておいてほしいとは思っていない。魔術師の道とはだいぶ違うけど、クロリンデさんの決定には敬意を表するよ。あれ、そういえば最後戦った時武器が光っただろ。演出じゃなかったんなら一体なんで光ったんだ。過去にファントムハンターは武器に魔物を制圧するための術式を施していた。魔物を感知すると光るようになっている。ああ、だからあいつの動きを抑えることができたのね。私本当に召喚が成功したのかと思っちゃった。成功した部分もあると言えるかもしれない。ん？というと？おそらく封印されていたソウルドリンカーは例のファントムハンターたちと同じ時代を生きていたんだろう。皆が名を唱えたファントムハンターたちは、かつて奴の同胞を数えきれないほど買った、最も勇敢な狩人たちだ。名を聞いたとき、奴は明らかにおじけづいていた。名前にはそんな力もあるんだな。ナビア、先ほど召喚したときに唱えていたのは。ん？あれは私の本心。いや、だからその本心を言ったってお芝居よ。お願い聞き流して。蒸し返さないでよ、恥ずかしい。ありがとう。まああんたと私の仲だしね。その話はおしまい。私先に行くからちゃんとついてきてよね。わあ、逃げちゃったぞ。じゃあ僕もそろそろ失礼するよ。今日は収穫が盛りだくさんだったな。帰ったら素敵な物語をみんなに聞かせてあげないと。うん、また会おう。旅人、もし誰もあなたの名前を覚えていなくても、誰もあなたの旅のことを語らなくても、その旅には意味があると思うか。たとえ誰一人覚えていてくれなくても、仲間と過ごした時間、そして一緒に描く未来に意味がある。いい答えだ。覚えておこう。私はその質問にファントムハンターは答えなかった。今宵の静寂は答えの代わりになるだろうか。